それではね、FF4 続きやっていきましょう。まあ、地下世界に行くわけですが、ここには古くから伝わる井戸が祀ってあるんです。その深さは計り知れないとか。井戸ありますね。何も起こらなかった。いや。ここにマグマの石を投げると、どうやって水汲んでんだろうね。なんだ？地震だまあこれで地下に行けます。まあ早速飛空艇を使ってね、大穴ですがね、行きましょう。よっ。ああ、飛べるんだ。あれは、赤い翼？おお。なんか車みたいなやつもね、来てるね。一足遅かったか。戦っていいのは？強行突破する。しっかり捕まっとれい。痛いか、エンタープライズ。辛抱してくれ。落ちる。セシル。ローザ。みんな、無事か？ああ。では、エンタープライズが怒えてしもうた。このまま飛ぶのは危険じゃな。仕方ない。降りてみよう。おお、すぐ近くに城が。ドワーフの城、あー。ラリフォー！ここはジオット王が治めるドワーフの城。ゴルベーザ悪いやつ。悪いやつ。でもあんたはそうじゃないみたい。ジオット王に会うといい。あれ？みんな顔がね、ちょっと黒い。私、ルカ、私のお人形たちがいなくなっちゃったのはあなたたち知らない？ここまっすぐね、行きたいな。王の間、ご無事だったか。あなたは、私はこの地底世界を治めるドワーフ王、ジオット。闇のクリスタルは？やはりそのことで気なすったか。奴らの仲間にしては砲撃を受けておった。我々も危うく撃ち落とすところじゃった。地底のクリスタルはまだ無事なのか？残念じゃが、4つのうち2つは奴らの手に渡ってしまった。やはり間に合わなんだか。しかし、この城のクリスタルはまだ無事じゃ。ドワーフ戦車隊がなんとか追い返した。さっき飛空艇と戦っていた戦車ですね。ほう、あれは飛空艇と申すか。上の世界にはあのようなものがあるとは。自慢の戦車隊も空から攻撃されてはちと苦しい。そうじゃ、その他たちの飛空艇とやらで援護してはくれぬか。それがさっきの砲撃と不時着のせいでちーとばかり行かれちまったんですわい。修理に必要なものなら用意させるが、応急処置くらいはできるじゃろうが、地底の溶岩の熱には船体が持たん。
地上に戻り、ミスリウで装甲を施さんとな。よっしゃ、ひとっ走り行ってくるかの。シド。なーに、すぐ戻るわい。パワーアップして帰ってくるから、いい子で待っとるんじゃぞ。気をつけて。ほっほ、ローザ、わしに惚れるなよ。シドと別れた。ジオット王、この城のクリスタルは一体どこに？何を隠そう、この玉座の裏の隠し部屋じゃ。これならば私の目の黒いうちは安全というわけじゃ。ん？どうした、ヤン。誰か、盗み聞きしている。何やつ？お、いるね。誰もいないぞ。この先に気配を感じた。扉を開け、ラリ。おお、いるわ。開かない。キャーホホホ。ん？人形が。僕らは陽気なカルコブリーナ。怖くて可愛い人形さ。バーカめ。のこのこやってくるからさ。君らを倒してゴルベーザ様の手土産にさせてもらうよ。キャーホホー。ボス戦か。あ、でも、そこまで強くないんじゃなかろうかと見ております。結構ダメージが大きいな、食らうな。カルコは硬いか。人形が合体する。あー、でかくなった。んー、こっからがあれか。ちょっとバーサクかけよう。で、ヤンにもバーサクかけよう。あー、やばい。ローザがちょっと混乱しちゃうとやばいな。よし、6500ギル手に入れた。よくもやったな。痛いよ。でもこの場所は報告済み。仇を撃ってもらうよ。ゴルベーザ様。何？久しぶりだな。ゴルベーザ、先日は世話になった。だがあのメテオの使い手はもういまい。
あの時の礼に私がなぜクリスタルを集めるか教えてやろう。光と闇合わせて8つのクリスタル。それは封印されし月への道、バブイルの塔を復活させる鍵なのだ。月には我々の陣地を超えた力があるという。このクリスタルで7つ目、残すところあと1つとなったわけだ。これも君たちのおかげだ。この礼もしなければ失礼だな。受け取れ、これが私カード最後の贈り物だ。ああ、ゴルベーザ。あ。これがお前たちの力か。しばらくおとなしくしていてもらおう。呪縛の霊気。ああ、まひった。動かぬ体に残された瞳で、真の恐怖を味わうがいい。前で黒竜。おー、おー、召喚した。黒い牙。負けイベントか。セシル、次はお前だ。お、ミストドラゴン。ドラゴン。黒竜を霧の力で消し去るとは。大丈夫？もう動けるわ。その声は。あ、動ける。お？リディア。あ、なんかリディアがちょっと、成長してる。あ、黒魔法。あれ。白魔法使えなくなってる。まずちょっと全員を、全員をまずね、ちょっと、あれしないといけない。呼び戻さないといけなくて、とりあえずケアルダー、サンダーが、やべえ。あー、意味ないね。耐性を、あ、ファイダー、いや、ハイポーション。で、アレーズなかったっけか。ないか。アレーズがなかったら、とりあえずダーにして。で、ちょっと待って、ちょっと待って、これでまあひとまずいいか。召喚、いっぱい覚えてる、いっぱい覚えてるから何使ったらいいんだ。タイタン、タイタンの幼女、カート・ボネガット。よし、これでひとまず体勢は整った。データを入れて、ミスった。黒魔法は私が負けるとは。11000ギル。倒した。ゴルベーザーを倒したぞ。ニリア、あなたのおかげよ。でも、その姿は？リヴァイアさんに飲み込まれて、限界に連れて行かれたの。限界？
幻獣たちが住む世界よ。そこで幻獣たちが友達になってくれたの。白魔法は使えなくなったけど、その分召喚と黒魔法の腕は上がったわ。でも限界はこことは時間の流れが違って。ああ、なるほど。それで大人に？セシル、この子は。ミストの村のリリアだ。あの子供？これは驚いた。でもなぜ僕たちを、僕は君の母さんを。言わないで。限界の女王様に言われたの。今もっと大きな運命が動いているって。私たちが立ち向かわなくちゃいけないって。リディア。召喚師リディアが仲間になった。リディアが攻撃専門の魔法使いか。私は死なぬ。あれ？腕？しまった！クリスタルを！これはうっかりしたね。王に怒られるわ。すみません、クリスタルはゴルベーダーの手に。まあ、まさにそうだね。やむをえん。こうなっては最後のクリスタルを死守するしかあるまい。最後のクリスタルはどこにあるのでしょう。南西にある封印の洞窟じゃ。ゴルベーザが向かったが慌てるでない。封印を解く鍵がなければあの洞窟に入ることはできん。そこでじゃ、お主らに頼みがある。クリスタルが奪われたのも僕らの責任です。何か力になれるなら。ゴルベーザが封印の洞窟に向かっている。今がチャンスじゃ。バブリの塔に潜入し7つのクリスタルを奪い返してもらえるか。バブリの塔に？敵の本拠に潜入しようとおっしゃるか。心配はいらん。我らの戦車隊が敵を引きつける。その隙にお主らにクリスタルを奪還してほしい。ゴルベーザのいない今しかない。どうする？敵の基地なんでしょ？確かに危険ね。しかしこやつに、いや、こけつにいらずんば孤児を得ず。ゴルベーザのいない今しかチャンスはあるまい。よし、やってみます。頼むぞ。この城の地下に抜け道への入り口がある。支度ができ次第行くがよい。ご分を祈っておるぞ。まあちょっとリディアの装備をですね、どうだろうな。なんか装備とか整えたり、ちょっと城探索して、宝箱とか探してきてとか、ちょっといろいろやってきますね。おーっと、びっくりした。セーブしてテントでも張ろうかなって思ったんだけど、ちょっとこのタイミングでテント張ります。
よし、じゃあ塔に行きましょう。いやー、エンカウント。あー、しかもバックアタックだ。バックアタックは逃げよう。よし、よし、中入った。お、来た。長かったなぁ、博士。ルビカンテ様、お気をつけて。ルビカンテ、アンズルナ。忍術とやらを使うエブラーナの城はすでに落ちた。留守は預けたぞ。博士、なんかロボットと戦うんだろうな。ひゃっしゃっしゃ、ゴルベータ様もルビカンテもおらん。わしが最高責任者だ。変なおじいさん。し、そこにおるのは誰だ。しまった。様、セシル、いつの間に。ふっ、ルビカンテはいまい。お前に俺たちが倒せるかな。キー、バカにするでないわ。四天王には加われなかったとはいえ、ゴルベータ様のブレインと言われるこのルゲイエ、このバブイルの塔はわしのメンツにかけて守るわ。笑わせるな。このルゲイデの生み出した最愛の息子が貴様らの首をいただいてやるわ。あー、これ多分弱いパターンだな。この音楽が続くってことは倒してからまた何かが始まるパターンだよね。いて、わしを殴ってどうする。あっちだ、あっち。わかったな。うがー、よし、お前のパワーを見せてやれ。あー、でも硬い。よし、あー、博士も何気に強いな。なんか一発殴ったら死んじゃうのかなって思ったんだけど。よくも可愛いバルナバを。こうなればわしが自らバルナバを操縦じゃ。合体メカ。あー、でもそれでも音楽が変わんないんだ。なんか拍子抜けだな。まあでもこいつ倒した後なんだろうな、本番は。ねえ、そうだね、経験値つかないもんね。己欲もわしの本当の怖さを思い知れ。音変わった。本当の恐怖を見せてやる。あー、睡眠してくる。
変身。6月なんか攻撃が地味だな。こういう系か。大して攻撃が入らないな。こういうパターンか。うわー、そんなに？やばい、死ぬ。ん？どういうこと？なんで治療したの？強い。あれ、今回は全然食らわない。状態異常系か。ドラゴン、いやー、ちょっとめんどくさいっすね、このボスは。ドラゴン結構効いてるな。みんな寝る。で、たまに治療すんだよな。これが謎。まあ、優しさかもしれない。とりあえずヤンをですね、そう、ヤンは攻撃力強いからヤンが眠らなければいいかな。よし、オッケー。ルゲイエの鍵。やっやっや、このバブリの塔は大地を貫き地上と地底を結んでおる。クリスタルはすでにルビカンテが地上へ移した。ドワーフはわしの作った巨大砲で全滅じゃ。ひゃっひゃっひゃ。ドワーフさんたちがやられちゃう。巨大砲とやらを破壊せんと。なるほど、破壊しに行きましょう。ワープ装置のようだが僕たちには使えないようだ。そっか、セーブかなって一瞬思っちゃった。さあ、ここで鍵を使います。鍵を開けた。巨大砲、あ、3人いる。わはは、死ねドワーフどもめ。そこまでだ。貴様ら、どうしてここへ。かかれ。ゴブリンキャップ、あ、これは弱えわ。はい、あ、経験値でもすごいもらえた。そう、こうしてやる。これで誰にも巨大砲は止められんぞ。しまった、なんてことを。いや、何を。ここは私が引き受ける。みんなは早く脱出を。いやー、暴発するぞ。いや、ごめん。やん、妻に伝えてくれ。私の分も生きろと。
開けるんだ、ヤン。ヤン。お願い、バカな真似はしないで。ヤン。楽しい旅であった。開けろ、ヤン。うわぁ。ヤーン。壊れてしまって開かない。塔を脱出しましょう。なかなか楽しませてくれる。ゴルベーザ。鬼の犬間に命の選択か。遊びはこれまで、そろそろお別れを言おう。さらばだ。おお。おお。かっこいい。ギリギリセーフじゃったの。シロ。ん？ヤンはどうした？それが、巨大砲を食い止めて。そうか、ヤン。グス、その、姉ちゃんは？ミストの生き残り、リディアだ。ち、追ってきよった。振り切れんのか？こっちの方が性能は上のはずじゃが、奴らも赤い翼を改造したらしいの。追いつかれちゃう。踏ん張れ、エンタープライズ。エンジンが持たん。変われ、セシル。シロ、どこへ？エンタープライズが地上に出たところでこの爆弾で穴を下に食い止める。シロ、あなたまで？ふふ、ローザとセシルの子が見たかったが、ヤンが、寂しがるといかん。お前たちはバロン城に向かい、わしの弟子たちに会え。シロ、おじいちゃん。せめて、おじちゃんと呼べ。いいな、バロン城へ急げ。ゴルベーザー、飛空艇技師シド、一世一代の見せ場じゃ。シロ、なんでみんな、どいつも死に急ぎやがって。バロンへ向かう。じゃあバロンに向かうわけだから、ここの北だ。はい。んで、あれだね。シドの弟子たちのところに行くわけだから、城の東側というか、右側というか。セシエさん、親方に頼まれていたんです。このフックを作って、エンタープライズに取り付けるようにと。なーに、あっという間ですよ。
これでホバー船を引き上げて移動できます。エンタープライズに乗ったままでホバー船に重なり決定ボタンで合体分離ができます。これでバブイの塔のあるエブラーナの洞窟にも行けます。大陸の浅瀬にホバー船を下ろし乗り換えて行くのです。実はシドは元気すぎてお困りでしょう。殺したって死ぬような人じゃないですからね。それじゃあ僕たちは仕事が山積みなんで頑張ってください。ホバー船どこに置いたかな。あるわ。よし。おお、そういうことか。で、これを使って、塔のある島なんで、ここですね。ここに下ろして、洞窟がここにあるから、この洞窟に入っていけっていう話だとは思いますね。違うな。やっぱりここだよね。で、こうやって、乗ると、ああ、いけるいける。よし。これで中に入っていくわけですが、洞窟、次回ね、やりましょう。ちょっと今回動画、長くなったかもしれません。まあ、ダンジョンが結構長かったんで、まあ、ダンジョンシーンはカットしてると思うんですけどね。はい、ということで次回エブラーナの洞窟からスタートしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。